おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もうすでに店内に入っているんですけれども、僕がね、前々から周年祭のお手伝いもさせてもらったりとか、もう本当に講師ともにね、お世話になっております麺屋シンクさんに来ております。麺屋シンクさんといえばね、以前は通常の二郎系のラーメンだったりとか、トマティーナっていうトマトの二郎系のラーメンなんか、あとは混ぜそばとかね、あったんですけれども、リニューアル新規一転いたしまして、今ね、もうラーメン自体も変わって、しかもラーメン1本そのメニューのみで営業されているということで、麺屋シンクさんのラーメンがどういった風に変わったのかと思い、本日はですね、撮影をしに参りました。でもちろんですね、これ今営業終了しておりますので、ちょっとね、お話をしながらラーメン食べていこうかなと思っております。でもちょっとね、ラーメン作ってはいただいているんですけど、ちょっとね、あの麺揚げのシーンとかめちゃくちゃね、うまそうなシーンいっぱい撮っていこうと思いますので、今回のね、動画も皆さんはお楽しみいただければと思います。はい、なんかこの感じ、何回も周年祭とか見てるんですけど、懐かしいですね。でね、以前と違ってまた麺とかもね、変わってるので、皆様にね、一回試していただきたいなってところではあるんですけど、僕もまだ食べてませんので、これちょっとすっげえ楽しみ。トッピングは普通で、はい、うわ、めちゃくちゃうまそう。うわ、はい、ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。うん、うまそう。ということで、ただいまですね、シンクさんのラーメンが到着いたしました。こちらのお店さんではですね、ミニ、小、大とサイズがあるんですけれども、今回ね、分かりやすいように全部食べていこうかなと思います。一発目にいただいたのがこちら、ミニサイズに小サイズと、いわゆる小の方がね、通常のサイズなんですけども、麺量が 300g ありまして、でミニの方が 200g となりますので、皆様ね、お好みのサイズでご注文ください。でも早速ですね、出来たてをいただきたいと思います。ひとまずこちらのミニからいただきましょう。スープはこんな感じでございますね。背脂と醤油がバッチリ効いてるのが、これ見てわかりますよ。あー、うめ、うめ、うん、すごい。肉の出汁がしっかり入ってるから、この肉の甘みとか醤油の感じとか、すげーうめえわ。うん、うまっ。はい、麺こんな感じでございます。これは絶対うめえわ。うん、麺うまっ。うん、比較的ね、このいわゆる二郎系のラーメン屋さんの中では、スープも優しい感じではあるんだけど、縮れ麺がしっかりスープ吸ってくれて、うまいわ。とこれ、ニンニクもね、今回トッピングしてありますので、これしっかりとね、これニンニク絡ませた麺いただいてみましょう。うん、うまっ。いや、うん、うん、あー、すげーバランスいいわ。めちゃくちゃバランスいい。じゃあもうね、ちょっとミニの麺あっという間になくなっちゃったんで、これ最後まで取っておきました。チャーシューをそろそろいっちゃいたいと思います。刺身すごいよ。
ということでですね、もう開始 3,4 分しか経ってませんが、こちらのねミニ完食させていただきました。たらこちらね通常の小サイズいただいちゃいましょう。でこちらシンクさんにはですね、こう卓上アイテムとしていわゆる醤油返しですねと、唐辛子にブラックペッパーがございますので、2杯目のねラーメンちょっとこちらを使って味変していきたいと思います。まずはこちらのブラックペッパーですね。よいしょ、こんな感じでいかがでしょうか。もうねこの背脂と野菜にかかった感じ、絶対うまいわこれ。こういったスープにはね絶対卓上調味料もしっかり合いますんで、ああうまっうまっ。甘みが強いからこういうちょっとピリッとした辛みのある調味料合いますね。うん、うまでも基本さ普通の人が二郎系のラーメン食べた時って 300g で腹パンパン動けませんってのが当たり前だと思うんだけど、普通に考えたらさミニ食って小食うだけでも結構大食いだと思うんだけど、この後ですねしっかりと大サイズ麺量 400g の一杯も頼んでますんで、どう考えても食いすぎだね。そしたらこの辺りでこちらの唐辛子も使っていきましょうか。さっとかけさせていただいて、このね唐辛子の香ばしい感じがまたこういったスープ絶対合うんですよね。どうよこれ、みんなもうこれどうよこれ、見た目だけでもう間違いなくこれうまいもんね。うまそう。いただきます。うんうんうん、あーやっぱうまっ。ちょっとねブラックペッパーと唐辛子こうつけがたいね、どっちもしっかりと合うんだわ。まあ、麺量普通の方からしたらねやっぱ多いので、皆さんもぜひこの一杯のうちに、まあ、中盤後半とね卓上の調味料を使って味変するのもおすすめなんで、ぜひお試しください。ちょっと2杯目もこちらでラストでございますね。そしたら本日最後にはですね3杯目となります大サイズにいろいろねちょっとトッピング注文して自分のねわがままカスタマイズで最後の1杯食べていこうと思います。ということで最後ですね、最後2杯目いただきます大ラーメン到着いたしました。今回はこんな感じでですね、まずこちらからうずら、生姜、豚まし、もこれさせていただきまして、シンクさんといえばの燻製卵にラスカルの二郎系といえばこの生卵、これがねセットだと思いますんで僕も動画でこの二郎系のラーメン撮影しに行くのが久々なので、ちょっとわがままトッピングさせていただきました。これもねいただきたいと思います。ちょっともうこれ具材いくにしても肉増しでさ全部届かないので、もう贅沢に肉からいっちゃいたいと思います。うまっ。あのね、何枚食ってもうまいわそしたらもうねミニショート、まあ、散々ねラーメンを食べる動画は皆さんもご視聴いただいてるので、早速ねこの生卵を使っていきたいと思います。うわー、もうこの生卵につけるぞっていうこの準備段階がすげー幸せそしたらこちらの麺ですね、
こちらの生卵にドボッとつけさせていただきまして、こちら皆さんいかがでしょうか。この見た目だけでちょっと笑っちゃうぐらいなんだけど、もうさ、こんなのがさ食べる前からうまいのよ。ちょっといただきます。うまい、余計な食レポとかはいらない、うまいうわ、やっぱりこの食べ方好きだわ。ぜひ皆さんも、ぜひというか絶対やってください。うまいんでね。ね、混ぜちゃったんで分かりにくくなっちゃったんだけど、トッピングしてあるね、生姜、これもね絶対いい味出してくれると思いますんで、まあ、これね混ぜていきましょう。うん、うん、うまっ。生姜めちゃくちゃいいわ。二郎系に関しては生姜入れても、まあ生姜味の二郎系なのよ。ただね、やっぱこのシンクさんのラーメンは肉出し感が強いので、それこそ生姜醤油ラーメンとかなんかね、ほっこりするそんな感じの味わいにもなって、生姜入れるだけで本当にまた別のラーメンになったような感じになるんで、これトッピングいいかも。ちょっと一回これ食ってほしいな、みんなに。生姜うまっ、うん、これシンクさんはね、あの店頭で置いてある自販機から飲み物買ってきても大丈夫なんですけど、黒ウーロン茶でさっぱりしたいと思います。最後になってあれなんだけど、もちろんね、チャーシュー個体差あるんだけどさ、分厚すぎません？これはうまいね。今ね、こちらの丼の方は完食しました。今日ね、ちょっとミニと小ラーメンとこの大ラーメン、トッピングで間違いなくね、豚は1本分以上は食ってるんだけど、もうね、こんな年になってくると豚1本の油はきつい具材がこちらのね、麺で最後なんで、頼んであるこの燻製味玉もこれ和えまして、うんうん、うまっ、うまっ。シンクさんの味玉なんだけど、名前の通り燻製されてて、通常はね、注文すると別皿でその味玉が届くんですよ。結構スープに入れてしまったりすると、すぐその燻製の香りが移って味が変わったりするので、まあ、後半中盤とかにね、スープにつけて味を変えていくのがおすすめです。うん、うまっ。じゃあ今日もラストはですね、味玉で締めさせていただきます。うん、うまっ。あー、ごちそうさまということで、本日はですね、メインはシンクさんでリニューアルしたラーメンを、まあ、全力でね、楽しんだわけなんですけれども、もちろん、リニューアルする前に比べると全然スープの系統とかも変わってるんですが、今回のね、スープもものすごくうまいです。
昔に比べるとどちらかというと背脂とかお肉の甘み旨みっていうのがすごくスープに移ってるので、人によっては優しいかなって感じる部分もあるかと思うんですけれども、たまに無性に食べたくなるラーメンというよりかはこう毎日ね食べられるような本当に美味しい濃厚で優しい二郎系に変わっておりますので、ぜひね皆様も今までシンクさん来たことあるよとかってお客様でもね、このねまた新しいシンクさんの美味しいラーメン食べてみてください。またですね、こちらの麺屋シンクさんでは通販も行っておりまして、公式のねツイッターの概要欄の方から販売ページがございます。こちらの方もですね概要欄に記載しておきますので、ぜひねちょっと遠くて行けないよって方はこの、ね、通販の冷凍ラーメンも楽しんでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。こちらは概要欄からチェックをお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。